一泊魚釣りで一緒に遊ぼうね。魚釣りゲームをセットしていくよ。まずバイキンマンはこの白いものに乗っかってるんだよね。これは何かっていうとクジラの潮吹きなんだよね。これをここにセットして、バイキンマンが上下に揺れる感じになるんだよ。そしてドキンちゃん、ドキンちゃんは浮き輪に乗って楽しそうに泳いでいるね。アンパンマンは釣り竿を持って船に乗ってるんだよね。アンパンマンって書かれてる船、ここに乗っているんだよ。アンパンマンはこの真ん中にセットするね。そして泳いでるお魚さんはこんな形をしてるんだよね。口が開いたり閉じたり、こんな動きをするお魚さんだよ。これをセットしていくね。色がいろんな色があるんだよね。全部で6匹セットしていくね。そしてこれが釣り竿、本格的な形になってて、できるんだよね。こんな感じで、それでお魚さんを釣る、そんなゲームになっているんだよ。それじゃあ、お魚釣りゲーム始めるよ。こんな感じで、お魚さんが口をパクってしているときに、この釣り竿で釣っていくんだよ。もう一匹いけるかな。口が開いてる時じゃないと釣れたね。2匹目、3匹目いけるかな。なかなか口が開いてた。釣れた。3匹目ゲット。あと3匹釣れるかな。お、これが開かなかったな。こっちの方で開いてるかな。開いた開いた。あ、逃げられちゃった。これは結構難しいかな。口が開きそうで、あ、釣れた。4匹目ゲット。結構口が開きそうで開かないんだよね。これが4匹目いけるかな。時々跳ねたりするんですね。5匹目ゲットしたよ。最後の1匹、最後の1匹釣れるかな。よいしょ。最後の1匹もちゃんと釣れたよ。アンパンマンのパクパク魚釣りゲーム楽しかったかな。チャンネル登録して次の動画も楽しんでね。スマホのみんなは説明欄を見てね。